どうもこんにちは、マスさんです。今回も映画9の、ドラフトか、ドラフトからですね。競合から。とりあえずプロ野球選手やろ。これはね。ルーキー評価、ダルビッシュを期待されてるようだ。お、マスターなんでね。完全にスター候補なんで、ダルビッシュは。バント。まあ、大会また、まだ当分先みたいですね、これは。めっちゃ上がる。ウニオめっちゃ上がるやん。すげえすげえ。バント練習でめっちゃ上がった。フランキー？え？フランキーや。懐かしなフランキー。お、文化祭や。3で？いや、3で行ったらプロ野球選手いけるから。ストレッチ。11月、ノーベンバー、ノーベンバー入りました。おー、ダルビッシュ。ダルビッシュ全然上がらへんね、変化球。とりあえずね、シバロンヌはもう4-3あるんで、4-3あったらもう急速やろ、これ。ツグルはもう急速でいいですね、俺は。もうどんどん伸ばしましょう。で、伸びが、下に B。めっちゃあるやん、もう。正球やな。夜のホームランをパワー。この辺はね、2年、1年。まあ、1年が大事に弁慶万能。まあ、万能でええかな、俺は。とりあえず。パワーも A 行ったんで、弾道ですね、次は。ドデツブワンワードパワー。ミニリトルもミートやな。もうちょっとか、ミート。この辺もうちょっとですね。万能。まあ、そろそろパワー行きましょうか。俺は。パワーをどんどん上げていくと。リッキーは重さがないの。弾道上がったから、まあ、次、まあ、ミートでしょうね。遊撃手か。でも遊撃手だから結構、もうちょい万能やな。で、エイキッツさんはね、パワー B まで行きましょうか。ジャンヌもミートめっちゃ高なったから、もうパワーやな。外野手はやっぱりでかい。パワー型がいいんだよね、僕は。マッツー。もう1年か。カウブルとかめっちゃ強いやん、これ。なんなん、これ。いや、サーモってやん、こいつ。めっちゃ強い、福士くん。福士くんはちょっと期待できひんな。ミートアップでええわ、とりあえず。オッケー。よし。ストレート中心ね。よっしゃ。で、まあいろんなコメントを、まあ全部動画僕チェックしてるんで、基本的に。まあ、選手の名前とか全然覚えてないんですけど、もう、まあ、ツーストライクに追い込まれたらミート対応した方がいいとか、そういうのはね、どんどん取り入れていこうと思ってるんで、試合に勝つためにはもう必須、必須だと思ってるんで、そういうの。そういうアドバイスじゃんじゃんください。ここはこうした方がいいとか、取り入れる部分は取り入れて、まあ、ここは僕の、やり方でいくっていう部分は僕のやり方で、おー、アスカラング来たで。天才や、オッケー。え、予定か。おー、ええやん。占いこ。アロマテラピー。何がゲットできるんや、これ。チームの未来、選手の性格やろ。リッキーの性格。いけれる、打ち切。したたかになった。したたかってどうなるんやろ。ちょっと未知数ですね、したたかを。1。オッケー。溜まっただけかい。オッケー。こういうのは基本的に行った方がいいんじゃない？よし。プロ野球選手、マリーンズ誰やろ？当たり前に行いますよ、合宿はね。これで特能をゲットしたいところですね、とりあえず。オッケー。お。オッケー。いいね。とりあえずここで。ここでね。これが大事。頼む。え、50嵐や。マジで苦労話なんかすんなよ、じいじも。そんな愚痴ばっかり言ったら絶対対戦できへんからな。で、とりあえずね、ここ。おー、一気にイベント続くよ。オッケー。めっちゃ上がる。お、ノックマシン壊れた。データですね。もうこういうのは絶対ね、忘れないように。ノックマシン。ノックマシン、どこ、あ、これか。ないやん、よりによって。なんでないやつ壊れんねん。
きついな。ノックマシン壊れました。よっしゃ、これでいこう。七五三ね。よしよし。占い師。ちょっと打ち切りがね、なんか、甲子園の魔物系らしいんで、性格。お調子者。結果受けれる。やんちゃになった。あー、ダルビッシュっぽいな。やんちゃとお調子者、どっちがいいんやろ、でも。投げ込み。頼むぞ。走力1。オッケー。テンション上がった。こういうの大事なんですよね、地味に。まあ、ここはね、もう言っときます。オッケー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 。これでかいの、信頼度。参考書。勉強のやつですね、これ。総合練習。頼むぞ。パンくれ、パンくれ。おー、補給経験。オッケー、5上がった。これがでかい。5かな？いらんもん5やな。ちょっと早く試合、お、勤労感謝ね。11月23。よし、よし。肩ダイブ上がっと、肩ダイブ上がっとで。これはまあいい感じですね。試合がね、本当に、え、お、試験があります。ダルビッシュ成績もいいんやん。弁慶、ほんまちゃんとしてくれよ。肩な、なぎなたばく振りましょってええもんちゃうね、弁慶、ほんまに。とりあえず、このね、これ誰なん？使うとけ。オッケーオッケーオッケー。あー、使うとか。ね、カウブル23世。カウブル23世行こうか。オッケー。1、1。1ない。練習指示はええわ。見直そう。1。オッケー、1ある。このナースにね、びっちりやってもらうな。マッサージ、マッサージ。これでかいっすね、本当に。マッサージは。オッケー、オッケー、オッケー。お、パワーパッド動く。ええやん。よし、ここは変えてもらおう。でもこれ何パターンがあるはずなんで。ええの来い。お、上やな。絶対上がええな。1、3。何やん？あ、あるわ。よし。打ち気が欲しいんですね、これで。12月か。ディセンバー。早いな、12月。ナックルカーブ磨かなあかんて、絶対。スタミナも勝手に A 行くと思うんで。これはもう、さっき書いたばっかなんでね。よし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 。この信頼度をとりあえず上げていきたい。正確。下高。いけ、いけれる。あー、やんちゃ。打ち気なかなかこうへんな。よし、プロ野球選手。このプロ野球選手大事。よし。ダルビッシュの走力とかは別にいらんわ。よし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 。これめっちゃ上がるからな。こんだけパワーアップしたらね、だいぶ強くなってると思うんで。試合がた、あ、合宿来た。この合宿でどれだけいけるか。レッド。予定変更。お。ええやん。よっしゃ。練習後がアップ。オッケー。なんで？ユキ。これユキってなんかあれちゃん。確か。なんか、下がるはずなんですよね。で、それのアイテムがあったはずなんで。ユキかき。オッケー。こういうのきっちりね。やっとかないと、本当に。もったいないんで。オッケー。押して、カーブ方向。ダルビッシュ上がりましたね、これで。まあ、あと150キロのストレート欲しいから。ストレート上がっていきたいな、ダルビッシュの。よし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 。まあ、5でしたね。12です、ここの方が10日。よっしゃ。こっからですよね、特殊能力。これがね、やっぱり大事なんですよね。特能でだいぶ強くなるんで。おお、伸び、伸びやばい、伸びやばい。ジャイロボール。いや、絶対ジャイロボーラーやろ。これでしょ。いや。うわ、全部ええ。エース、エースや、なれ。伸び、伸び。伸び、頼むわ。マジで？
うわ、シバロンヌ、これは巨大ミニリトルとかあの辺に。あーもうこれでよ、頼む、誰か誰か誰か、よっしゃ、直し打ち、オッケーオッケーオッケー、どてつぶね、ええぞええぞ、デビューアジサイ、これやな、素振り、頼む、オッケー、直し打ち、もう一回、オッケー、対左出し、左投手 D、 ダルビッシュ来てほしい、ダルビッシュ、お、ノビまた来た、うわ、これええな、いや、これやろ、絶対これや、来い、オッケー、出さんし、ついた、来た、やっぱエース候補にはそれにあれにふさわしいね、これでしょ、高額打法、高額ハイボール来た、もう一回もう一回もう一個もう一個、いやでもでかい、奪三振伸びついたんでね、ちょっと受けれる、ごく普通絶対あかんやろ、一般人になってもあかんやろ、あのメガネ、メガネなんなんやろ、いけへんわ、とりあえずあのナースとイチャつくことが大事だね、よし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 、オッケー、疲れ取れた、ここでこれですね、ナース頼む、オッケー、ありがとう、うーん、まあ、ここやな、肉や、肉、ホワイトクリスマスや、お冬休み入った、オッケーオッケー、よし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 よっしゃ、めっちゃ上がっと、めっちゃ上がっと、これだけパワーアップしたらだいぶね力つけてるはずなんで、オッケー、スタミナ2は2つないが、これですね、ならず者はほっときましょう、もうならず者は、ここで得のできたら得の欲しい、ダルビッシュ、ジャンヌダルク、シバロンヌ2円、あ、1年で欲しいな。ジャンヌダルクですよね。お、アベレージやろ、これ絶対。頼む、うわ、これ全然おもらえたくないわ。あれが欲しいんですよ、やっぱり。これは、5やな。だいぶ良かったんじゃん、さっきの戦績。2003年から2004年へと、ハッピーニューイヤー。もうすぐ先発やで。OK、もうナックルカーブ。ちょっと速球ね、そろそろ。磨いていきます。で、シバロンヌは、140キロいったか。もう一球して欲しいんですよね、これ。いや、磨くお任せじゃなくて、覚えた方がいいな。飛車でしょうね、やっぱり。いやでも、鍛えようかこれ。いや、待って。だいぶついていったな、これ。これはいい感じですね。スタミナ B、D。伸びが本当に奪三振ゲットしたんで、だいぶ強くなりました、これで。で、コントロールとこいつは速球を鍛えていきます、今から。ホームランはパワーでいいな。弁慶は、そろそろね、もう。補給弱いな。補給上げたらあかんわ。大魔神弾道4。もうこいつは本当にパワーとミートを上げていきます。で、こいつも、OK、弾道や。土手粒ね。長い集中覚えました。ミニリトルは、ミニトル B いったんか。もうパワーですね、これ。ウニオ。ウニオパワーや。デビューあいつはやばいやん。パワー S いくやん。弾道がないから弾道やろ。リッキー。おリッキーもだいぶバランスよく上がってきたね。もう全部 D 行った瞬間にもパワーに切り替えていこうかなと。こいつ1年でこれやから相当やばいけどな。ジャンヌ・ダルクも1年と。こいつもやばいな。で、カウブル23戦もやばいですね、これ。めっちゃ強いやん、これ。異常なレベルやで、これ。カウブル23戦。威圧感。ミート。マッツーもやし。この辺全員やばいですね。
よし。ハッピーニューイヤー。聞きます。なんでやねん。今日で。え？やめとけってほんまにサボることだけは。適度なサボりやったらいいんですけどね。頻繁にサボって、おお、急速アップ。ダルビッシュやっぱ155キロぐらい行きたいとこですね。よし。お、一気に続く。オッケー。よしよし。こんだけ上がったら気持ちいいな。あ、寿司。お、ウニをね。冬休み終わった。スカウトは別にそんなに意味ないらしいんで。もうとりあえずね、このプロ野球選手。これにどんどん、ぶつかっていきたいなと。欲しい。欲しいんや。上げてくれ。全員の能力。グランドレベル一気に下がった。あー、予定変更が。本くれ。あ、パンや。オッケーオッケー。おーし。海馬木馬や。お、お。いいね、いいね。あー、とりあえず、このメガネ。いや、あの、本欲しいな。1。それと本で A 特殊能力の、積極盗塁か。足遅いやつばっかりやからな。お、練習試合や。強豪、宮古学院川西商工、川西語か。問題ない。あ、ミスった。あ、消えたのだ。うわ、ミスったミスった。まあ、ええわ。大丈夫でしょう。ガリメ行こう。よっしゃ。疲れ取っとって。オッケーオッケーオッケー。これで自信をね、つけさせてくれるような、相手にしましたもん。これに勝ったら、休ませよ。待つよ。あ、もう無理すんなよ。今からじゃあ練習試合。ここでね、強豪相手に勝っとくことがやっぱり大事なんですよね。試合の注目選手。バンドエキシ、ダルビッシュ。ダルビッシュやばいね、パラメータが。まあ、ここでしょうね。夜のホームラン王にはもう結構お世話になってるんで、僕も。ダルビッシュの調子がいまいちですね。スグルがもう、絶好調やん。絶好調じゃないけど、好調やな。もうここはダルビッシュ。もう、やっぱり、エース出します。ウニオもだいぶ良くなっていったね。今回ではミニリトルの方がいいな。ハウブル。ハウブルやばいな、こいつ。ほんま3倍やもんな、1年生で。半端ないな、こいつ。土手粒もやばいけど。もうこれ3番に。この C56、恐怖でしかない。パワー A。もうジャイアンツを彷彿させるようなもう打線が僕完成してるんでね。で、こいつが1番におると。いやー、これ6番打率5割超え。完璧ですね、これ。もう負ける要素なし。いきます。オッケー。この練習試合で、だいたい、今回の動画終わりですね。もう勝って終わりましょう、これは。間違いないです。勝って終わる。絶対に。集中しましょう。よっしゃ。まあ、ダルビッシュ僕も投げさせてるんで、まあ、調子は、そこまで良くはないんですけど、多分ね、抑えてくれると信じて、やりたいなと思います。てれてん、はぁ、てれれれーん。戦力これ、どれぐらいなの？お願いしまーす。これで大事です、戦力。B や。え、打率めっちゃ高い、これ。え？打撃力マックスだよ。やばいやばい。いや、ダルビッシュは絶対抑えるわ。もう死にそう。打撃力マックスでも、あいつの前ではもう、そらな。ここはもうね、ランナーがいないんでね。お任せ。オッケー！いけいける！よっしゃー！ナイス！これでかい。いけ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 ！夜のホームランは先頭打者にナイスやで、これは。先頭打者ツーベース。なんで物にできひんねん。ここ物にしよう、絶対。来た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 よ！ここは絶対ね。任せる。信じる。なんでや、こういう時に、こういう時に出へんかって一番あかんねん。
ここだという時にホームラン打つから夜のホームラン王やんけよ。負けとん、負けとん、もしかして。あ、勝っとわ。ダルビッシュ、ダルビッシュ信じようかな。ダルビッシュは投手なんでね。いけ、いける。オッケー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 。あかん、あかん、くっそ。まあしゃあないしゃあない、投手だから。やばいやばいやばい。ここで、ここでピンチきた。いや絶対抑えないとあかん。抑えないといけませんね、これは。威圧感、相手を威圧します。ここで使うわけにいかん。いけ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと落ち着こう。オッケー、うせ、よし、切れた。オッケーオッケーオッケー、オッケー。スライダー、超切れ味抜群の岩瀬並みのスライダー。外角、オッケー。ズバーン、このズバーン聞きたいね俺。三振、三振。いや、切れる切れる切れるやろ、絶対切れるやろ。マジでビルだし、誰だあれ。夜のホームランはね、いや、まだです。こっからです。オッケー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 。いや、ええよええよ。あんだけ飛ばせないから。お前もう一回。オッケー、あかん、あかんって。あかんがな。いや、絶対逆転できる。やばい、ツーアウト。誰？ここは絶対打ち取らなか。オッケーオッケー。よし。はい。オッケー。三振！うそ、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 やめてくれ！マジで？ダルビッシュ交代やな、これもう。エース交番や。これ以上ちょっともう、すぐる呼びます。マジでダルビッシュあんな打たれん？俺の采配が悪かったかな。めっちゃ打たれた。もうすぐに任せます。押せ。よっしゃ、こいつは球威があるんでね。打撃力マックスのチームやからかもしれないけど、めっちゃ打つな。やばい。よし、来た。もうここで使うしかない。何度しても打とう。もうお祭り男の進化をここで発揮しよう。よし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 。エンドラインや、いけ。オッケー！来た！流れ来た流れ来た流れ来た！ここで行きます。ジャンヌ来たよ。ジャンヌだよ、来た。完璧や、完璧や、完璧や。うら、なんでやねん。もうアホやんけよ。任せた、ジャンヌに任せた。オッケー、オッケー、嘘やろ、嘘やろ。マジで？どんな守備範囲しとんねん。なんでまた守備打たれとんねん、筋肉すぐる。筋肉頼む。え、カット押し。もう臭いところや。攻めろ。攻めてくれ。よし。オッケー。オッケー。おっしゃー。え、とりあえずね、まだ可能性は残されてるんでね。いけ。よし。オッケー。おい。おい、デビューさん。完璧。ここの、さっきの守備がね、絶対流れ呼び込むんです。ノアと一塁来た。こっから、絶対こっからいける。大魔神来たよ。よっしゃあ。もう使うしかない。4番の陣したろ。ほらやばい。いや、まだいけるまだいける。デビューありさ。深呼吸して。パワーアップと。で、ここでね。いやー、これちょっとな、あんまないな。引っ張り。パワーで引っ張ろう。いけ、いけ。いったれ！なんでやねん、ほんま。あーもう土手粒や。もう土手陣に流し打ち覚えてもらったからもう。もう強振しよう。いけ！よっしゃ！いって、いって、いって、とりあえず1点返そう。よし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 。でかい。これはでかいで。この1点でね、だいぶ流れっていうか変わってくるんでね。よっしゃ。もうここで使うしかないね。もうビビってもどうかないで。ちょ、待って。よしよしよし。ここでね、強振対応やめます。
よっしゃ。それいけ。あっ、マジでどんなんやねん、ほんま。ヒット的には負けてへんのやけどな。ダルビッシュの打たれたとこが、あれな、ヘッダーしい、ピンチばっつく気がするな。大学。いけ。いや、これアウトやろ。マジでこれやばいって、マジで。速攻点取られる。え、めっちゃ強いやん、川西翔吾。本塁だ。もう、打たしはせえへん。軽く打っとったよ。どんだけ軽く、あれやねん。一郎並みの、あれやな。高額出されたほんま。きついきつい、あれは。もう抑えよ、絶対抑えよ。三振。よし、三振や。いや、これでいい、これでいい。稲本ね。低めに投げたらまず打たれへんから。調子絶不調やから。いけ。三振、三振。よし。ダブルプレイ、ゲッツ、ゲッツ、オッケー。しょ、最後も分からん。9回2アウトからや。絶対に分からへんから。巨大ミニリトル。よっしゃ、行こう。なんでや。いけ、いける。いける。オッケーオッケー。もう、もうこれ代打ですね。これは絶対代打です。マッツー。マッツーか。どうしようかな。弾道さん、リッキー。リッキー行こう。リッキー行け。おっしゃ、かっこいい。男前やから、これ絶対出るわ。くせ者。いや、こっからですよ。勝負はまだ。オーケー！さ、入った！よし、代打ホームラン！こっから、こっから、こっから、こっから。絶対打つ。いや、とりあえずね、ルイ出たらいいんですよ。ルイに出て、オッケーオッケー。オッケー。とりあえずね、これは、詳細指示。身長。オッケー。流し。あかん、あかん。もうあかん、これ。ミート対応の積極打法で。いけ。あっしマジで、あいつも男村田並みの、あれやん、サードプレイ見せるやん。長島やん、あれも。お任せ。ジャンヌ、ジャンヌいけ、ジャンヌ、よし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 。オッケー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 。いや、ここがあるまであるで、あるで、あるで、ほんまに。よっしゃ。くせ者ね。こんなのかけたってええやん。ほらよっしゃ、これ。いや、まあ残されてるんですよ、勝利の手段っていうのは。いや、いける、いける、絶対いける。絶対いけるぞ。大魔神。大魔神信じるわ。いや、ここはもう積極に行かせよ。俺らが守っとったら絶対負けるから。なんでやねん、ほんまに。わ。練習試合で負けるとかあるんげ、ほんま。7-3。ちょっとダルビッシュがもう5-3やったな、完全に。あれはもう采配ミスなんかわからんけど、もうポンポン打たれたからな。結構ね、全然余裕で抑えきれると思ってたんですけど、案外ちょっと打たれてしまって。いや、全部ダルビッシュやわ、ほんま。ああ、打たれたもん。どうなったんこれ。ダルビッシュどうなった。お、信頼度ゼロ。なんも増えてへんし、能力すら上がってへんぞ。まあ、何もついてへんだけマシかな。やばいやばい。はい、というわけでね、ちょっと今回は、練習試合、終わるまでやったんで、ちょっと長くなりました。うん、ちょっとね、ほんとダルビッシュが、予想外に打たれてしまって、まあ、采配も多分ミスあったと思います。もうちょっと多分打てたはずなんですけど、まあ、チャンスで打てなかったっていうのもあって、まあ、一番ダメだったのはホームランを2回浴びたことですね、ダルビッシュが。まあ、あれだけ大きかった。ちょっと投球に関してはどういう指示を送ればいいか、あんま守備位置ぐらいしかないと思うんですけど、あとまあ、その、どのコマンドを押せばいいかちょっとあんまわかんないんで、もしまあ、こういうコマンドが、っていうのがあったら、ぜひ教えてください。ね、コメントの方を参考にさせてもらうんでね、お願いします。はい、というわけで今回は、これで終わりたいなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。神田さんよ。